アニョンハセヨ、はっきりしている、明らかだという時に韓国語で분명하다という単語を使います。例文を作ってみますと、내케이크를먹은게동생이분명하다、私のケーキを食べたのは妹だということははっきりしている、このように使われます。